超大国に適してる EU の厳しい選択、 EU もなかなか大変なんだよな、はい、俺 EU はもう大変ですね、うん、バラバラですからね、そうそう、うん、でイギリスが出ると、そうですね、うん、ヨーロッパが3つの強国を敵に回す状況に置かれるのは初めてのことだ。アメリカと中国、そしてロシアも EU の弱体化を狙っている。一言で言えば、主要な分野では参加諸国が主権を共有しようという意思、それが EU の統治モデルだ。そのリベラルな考え方を米中ロの主権感と考え方は米中ロの主権感と相入れない。トランプ、プーチン、合わない。はい、習近平。これら3国にとって国家の体験はグローバルな規則や行動規範を超越するものだからだ。主権の共有はリベラルな諸国間でのみ可能であり、ポピュリストや独裁者の支配する国は純潔の主権にこだわる、うん、だからなかなかその EU がですね、はい、この3国を相手にしてですね、はい、やっていかなきゃいけないのは大変なんだと、うん、ヨーロッパは一刻も早く独自の軍事力を持つ必要がある。それなしでは商業的文化的パワーの交渉を担保できないからだ。だけどそれがなかなか難しいんですよね。そのドイツとかですね、はい、それぞれの国のですね、はい、主張があってですね、なかなかまとまらない、はい、だからイギリスが出ちゃってどうなんですかね、これ。そうですね、うん、イギリスのものも、まあ、ドイツ主導なんでしょうけど、ドイツ主導はそうですけど、うん、ドイツはまあ一旦敗戦国ですからね、うん、だからなかなか自分のところでいろんなことを決めるって言っても、そうそう、うん、はい、そうなんだよな。まあ、でも本当ドイツだけですからね、フランスも大したことない、うん、まあ、政治力があるとはね、まあ、そうですよね、そうなんだよね。あとね、スペインとかイタリアってもうなんかね、もう戦力じゃないじゃないですか、おんぶしてるみたいなもんだからね。そうなんだよね、はい、おんぶに抱っこしてドイツが大変なんだよ、それは。そうだから、でもヨーロッパの地位がどんどん下がっているのは感じますよね、うん、まあそうですね。僕が大学時代とかは、はい、まあ憧れがある、うん、ヨーロッパといえば憧れがある感じもありましたけど、うん、文化も、うん、伝統も ね、まあ、まあそうですね、ずっと引っ張ってきたっていう。でも今やなんか、うん、ちょっと三流国家の集まりみたいなイメージになってきちゃいますね、うんうん、そうだね、はい、アジアが伸びてきた分、うん、はい、中国は欧州の市場統合で大いに恩恵を被っているが、主権の共有によって外資への規制が EU 内で共通化されるのは困ると考える、うん、規制の一環として新EU 規則が19年4月に発行したが、だからこそ中国はバルカン半島諸国への接近を急いでいる、うん、これら諸国が EU に加盟する前に気前よく資金をつぎ込んで借金付けにしてしまいたいから、はい、中国が望むのは EU 主導の投資ルールではなく、自ら旗を振る一帯一路構想に基づくルールだ。中国とアフリカ、そしてヨーロッパを結ぶ壮大なインフラ構築のプランだが、その資金負担には不透明な部分が多いんだよ、うん、そうですね、確かにそうなんだこれね、はい、そもそも中国から途上国への融資に関してはその半分以上が公表もされていない、うん、そうですね、うん、借金付けにしてみんな取っちゃおうという作戦ですから、はい、そうですね、しかも国内でその経済が破綻しかかってるから、はい、それを外国に出してですね、はい、経済を立て直そうということですからね、はい、利用されるだけなんだよ中国に ね、はい、だから一帯一路なんかもどうなんですかね、あれね、現状無理って、まあ、なってますよね、はい、宮崎正弘さんなんか言ってますね、うんうん、作ろうとしてるところはあるけど、うん、全然着工が進んでない、うん、進んでないですね、最初だけ言ってあとは全然進まないと。でアフリカでもやっぱりその、はい、中国のああいうやり方に対してかなり批判が今高まってますよ ね、はい、そうですね、日本の方がいいという、はい、あれもあるんですよ、まあ、まあそうでしょうね、うん、日本ちゃんと一応真面目にそうそうやろうとしますからね、うん、はい、地元ってその国の人たちを使ってですね、はい、に教えるっていう感じですからね、はい、資金援助しながら、はい、中国はもう労働者から何から全部連れてって全部吸い上げちゃうっていう、そうですね、あれですからね、中国で余った労働者をそっちに向けてですね、はい、全部吸い上げようっていう作戦だから、うん、これはね最初は良くてもね、はい、気がつけばね、はい、まずいと思いますよね、そうですね、その各国の指導者、はい、アフリカ各国の指導者も結局中国も赤字になる可能性が高くなってきてると思うんですよね、うんうん、もう最初だけちょっとだけお金出してスタートさせるんですけど、うん、結局それがそのまま終わる以上は回収できないじゃないですか、うんうん、だから回収できないよね、そうそう、中国側もかなりバカ見てるっていうところはあるみたいで、うんうん、はい、ざまみろというふうに思いますけどまあ実態はつかめないですよね、地域によってうまく行って港とかも取り上げてるところあるからね、もはやいくつかあるわけですから、そうですね、はい、本番叩こうとか取られちゃってるけどな、はい、プーチンのロシア
これも大変なんですよね、はい、もう経済がめちゃくちゃだからそうですね、あ、面白いぐらいダメですよね、あ、はい、ロシアの本当の声は国内でも国外でも往々にして無視される、はい、外部の人の目にはプーチンは国民の圧倒的な支持を得ているように見えるかもしれない、だが現実は違う、2019年夏に首都モスクワをはじめ各地で行われた大規模な抗議行動が明らかにしたようにロシアの人々は民主化を求めて声を上げていると、うん、この人はあの書いてるのはリボフ・ソボルという人がそのモスクワ市議選に出馬するつもりだったが私を含む無所属の候補者は立候補に必要な有権者の署名を偽造したなどという事実無根の理由で届け出を却下された、はい、選挙にも出られなかった、そうですね、その人がまあ書いてるからまあ少しはバイアスかかってるかもしれませんけど、いやでも、常に大体選挙申し込もうとしたらそれ中止させられたりとか、うんうん、書類がダメだとか、まあそうですよね、止められたり有名な、うん、このアリクセイですかね、ナワリスイかな、うん、立候補しようとしたけど、うん、まあ、できなくて、うん、まあ、出なかった後で、うん、あのまた毒もられてるんですよ ね、 そうですね、うん、プーチンにきっちり大統領選に、ね、出ようと出られなかった体調不良になってそう毒もられてたっていう、はい、いつものパターンですからねプーチン政権そのものが秘密警察に支えられたハイブリッド政権、ロシアの憲法は法の支配と三権分立国民主権を保障しているが現実には国民の声は政治に全く反映されず政府機関はプーチンとのその取り巻きの言いなりになっている、プーチン政権は手段を選ばず公正な選挙を妨害してそうなんだよな、はい、ジャーナリスト殺されちゃいますからね、あと選挙が終わった後の開票作業も、うん、あのやりますからね、うん、あの介入して、うん、あの無効にしたりとかしますからね、うん、本当むちゃくちゃですよこれ、プーチンはモスクワ市議選での敗北を異常なまでに恐れていた、なぜか首都で野党が勝利すれば国民は現政権を支持しており野党支持者はごく少数に過ぎないという神話が崩れるからだ、うん、だが9月8日に行われたモスクワ市議選ではリベラル系も含め野党勢力が支持を伸ばし与党は大敗を喫した、だから今年はですね、なりふり構わぬ民主排除とデモ弾圧、はい、この選挙結果がプーチン政権の終わりの始まりを暗示していると、うん、このリボフ・ソボル氏は弁護士ですけど言ってますけどね、はい、一応曲がりなみにもこう自由主義国家の帝をやってるから選挙やんなきゃいけないんで、なんかちょっと大変ですね、なるほど、プーチンからしてみたら習近平いいなと思ってると思うんですよ共産党独裁で自由にできて、なんかちょっと国民の声聞いてふりしなきゃいけない、まあまあそうですね、大変なところがあるなっていうふうに思ってるんじゃないですかね、うんうん、インドもなかなか厳しいんだというね、これもすごいですよ本当に、インドは今あのそのまあモディがあのイスラムとね、そうですね、ヒンディーの争いがあれなんですけど、でモディが結局ねイスラム弾圧する方向に動こうとしてますからね、からね、はい、そうなんだよな、インドが2つに分かれるかという、うん、まあ、そもそも独立するときに、あの独立というかあのイギリスからあれするときに分かれたわけですけど ね、 そうですね、パキスタンとね2つに分かれたわけなんだけど、イスラム分は行ったんですけど、インドやっぱ人口多すぎてでかいから残ってたわけだよね、はい、残ってるわけですね、ある程度のイスラム教徒がね、はい、でイスラム教徒は増えるし、うん、どん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 増えるっていうのもあって、うん、国の中で2つに分かれてしまうという、だ強制させることが難しくて、うん、イスラム側をこう排除する方向になるんじゃないかと、でもこれでアジアの大国のさ、うん、はい、中国とインドがね、うん、インドの方が人口も多くなるわけでしょ、そうです、もう間もなく、はい、そういう2つの大国がこういう状態だっていうのは、ね、うん、ちょっと嘆かしいというか、どうアジアどうなんですかね、これ、それがアジアっていう感じですよね、あまあ昔からなんかそれ本当言うと、はい、やっぱり日本の出番っていうのがさ、そうですね、なんかその、はい、もうちょっと大きな局面であるんじゃないかと思いますけど、はい、それは大統領が共栄圏じゃないけど、ないけれどもね、うん、はい、そうですけど、やっぱり、うん、もう僕は最後まで日本のこういう価値観って、うん、もうアジアの人には通じないと思いますよ、うん、結局、ね、あの、まあね、うん、大東亜共栄圏の時にも教えようとしたけど、やっぱダメだったし、で今でも ODA で入っていってたけども、うん、すぐに中国側にひっくり返されるじゃないですか、ね、うん、もう結局賄賂の方が大事って、うん、向こうの国民性がもう民度が低すぎて、うん、だけど例えばマレーシアとかインドもそうですけど、はいはい、日本に対する敬意っていうのはすごくあるんですよね、 あるんですよ中国は別だけど、ね、はいはい、そうそう、あるんですよ、あるんですよね、うん、あるのはあるんです、まあ、台湾もそうですけどね、はい、だからそのそういう国もあるんだし、うん、はい、だからなんか日本が、まあ、人口が減って、まあ、そのいろいろ問題も多いでしょうけれど、うん、
アジアのリーダーとしてなんかできそうなことがあるんじゃないかと思いますけどね、まあ、それだけの強力な政治家がね、出ないいるかどうかっていうのはね、世界観のあるね、はい、そうです。それじゃあ安倍後継のずらずらっと並んだ人たちを見るとさ、はい、とてもそういうことがあるとは思えないからね、うん、そうですね、うん、だから倫理とかモラル、日本の倫理とモラルを理解してくれるリーダーがね、うんうん、まあ、マハティールとかは割とそれに近い、まあまあそうですよね、ですよね、うん、ああいう人がいろいろ出てきて日本と連携するということなら可能性はあるかもしれないですけど、そうですよね、まあ、言われているようにインドなんかは日本は大切にしなきゃいけないんですよ ね、 そうですね、中国のことから言ってもね、はい、イランね、はい、イラン敵視政策の不毛な未来、イランの扱いも難しいよこれね、はい、アメリカとはね、あ、もうダメではわけですから、核合意あれしちゃってましたからね、はい、でも何カ国かこうやって核をやりだして成功でもしちゃうと最後もう日本も核武装するしかないっていう話、うん、まあなくなるんだけど、なります、日本の場合 の、 その核アレルギーでね、はい、それがなかなかできないところがね、はい、うん、そうですね、いや、そうなっちゃうよこれ、なっちゃいますね、うん、はい、もうだから10カ国とかね、15カ国ぐらいが核持ったら、うんうんうん、もうその時点で終わりですよ、うん、まあそうだね、はい、日本も持つしかないっていう話には当然、うんうん、まあ基本的には、いや、その持たない方がいいと思うんだけど、はい、その今から核廃棄持ってる国は、はい、OK しないからね、そうですね、うん、だからどんどん増えるしかないんだ、はい、これな、絶対に増えますよね、うん、実際まあね、国連の5カ国以外にもうイスラエルも持ってるし、インド、パキスタンも持ってるわけですから、そうだね、はい、もう15カ国ぐらいまでは膨れていくしか、北朝鮮も持ってるからね、そう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 、北朝鮮も持ってるんですから、もうそうなんだな、まあこれなかなかこの特集はそれぞれ参考になることが多いと思うので、はい、ぜひ28ページ長いですけど、そうですね、まあ、読むといいと思いますね、いろいろありますね、年末年始に、そうそう、いい時間、その他にもこれインドと中国の急成長が終わる日とかね、はい、なかなかね、あるいは対中貿易戦争はアメリカを救わないとかね、はい、なかなかね、読み応えのある、ね、はい、内容なんですよこれで、なんだろう、480円は安いよこれ、そうですね、うん、ニュースウィークがまあ本当に日本で3万部ぐらいしか売れてないっていうのがね、はい、ちょっと嘆かしいっていうかな、うん、そうですね、もっと日本人がまあ世界のことにあんまり興味がないっていうのはないんだよな、それはもう本当ないんですけどね、はい、もう出てしまってますよね、うん、こういう雑誌がないですからね、そうそう、はい。